が始めた時になんかノックアウトだったりとかで大舞台で出てたのを見ていた選手なので、まだあんま戦う実感そんなに湧いてないです。まあ経験値では絶対勝てないんで、まあ、あんまり対策とかなく、なんか自分がやりたいように戦おうかなと思ってます。プロフェッショナルシスト健太、114戦目、ジャパンキック初参戦。皆さん楽しみにしていてくれた感じだ。もしこれもう一回、これを流すってのもいいですけどね、楽しみにしてください。まあ、でもやっぱり盛り上げたいっていうのはあるので、自分たちがやってる競技を盛り上げていきたいので、まあ、やっぱ伊賀にだから試合でそういう見てくださった人に面白いって感じてもらえるかっていうのを心がけて、まあ倒す、アグレッシブに倒すっていう、見てる人もなんか面白いと思ってもらえるような試合を売りにしていきたいなと思ってます。なんか自己投水してとか自分に打ちたい要所とかじゃないですか。そういうんじゃなくてですね、なんかなりたい自分の理想像じゃないですけど、みんな誰しもあって、その理想と現実でみんな苦しんでるわけですけど、そのために努力して頑張って、その時にこの自己陶酔できるっていう、それがプロフェッショナルシスト。セミファイナルで後半戦一発目なので、まあ、やっぱなんか他の試合とは違うぞっていうのを見せれるように熱く戦うので、会場盛り上げられるように頑張るんで応援お願いします。月1できないように頑張って、来月休みにさせられるように KO するんで楽しみにしててください。お互い勝利を目指して全力で頑張りましょう。でも最後に勝つのは僕です。ジャパンキック対 NJKF 交流戦、64キロ契約の3回戦、これがプロ114戦目になります。プロフェッショナルシスト健太の姿を捉えています。いよいよジャパンキック JKA 初参戦ということになります。プロとは何たるか、1ヶ月に1度ペースでファイティングポーズを取り続ける男健太、今日もしっかりと体仕上げてきています。素晴らしいですね、本当に。ジャパンライト級チャンピオン、宇賀選手の入場です。We'll be right back.
の先輩長澤サムエル清光の持っていたジャパンキックライト級の王座を引き継いだ形になりました。現ジャパンキックライト級チャンピオン龍我の姿を捉えております。ここのところは2試合連続1ラウンドノックアウト、倒せる力もつけてきました。まさに絶対王者へ階段を上がるために今日は過去一番の難敵を迎えたと言っても過言ではありません。ムガが入ってきました。いやすごい楽しみですねこの試合は。今日どの試合楽しみですかっていうふうにお話を伺った時にこのカードの名前は曽我さん挙げてらっしゃいましたよ ね、 そうですね。いやこの試合は本当楽しみですよ、はい、やっぱりそのプロフェッショナルシフト健太選手、本当にプロフェッショナルっていうのは、はい、やっぱり私生活からしてもその体を作ってるっていうことと、やっぱり食事だったりも全てに対してはやっぱりアスリート的な生活をしてると思うんですよ、はい、じゃないと月に1回試合をしたりとか、もともとウェルター級だった選手が今ライト級で、やってるって大体みんな階級上げるのがセオリーなんですけど、逆にこうやって下げれるってことはそれだけ常に体を作ってるっていうそのプロフェッショナルなことがあるんで、だからそういうところはすごいやっぱり今の若い選手たちはみんな見習うべきっていう選手だと思います。だからそういう面でもプロフェッショナルだなって、まあ本当にアスリートって言っても過言ではないような格闘家の一人だと思います。はい、はい、でまあムガ選手はねもちろんものすごくね今勢い一番あるこのジャパンキックで一番勢いのあるねチャンピオンなんで楽しみです。外敵を迎えてどういった試合を見せるか、現役のライト級チャンピオンムガ。WBC 日本統一ウェルター級チャンピオン ESG 所属ケンタ。114戦で今日の計量バッチリ成功、切れてますケンタ。いや素晴らしいですよ本当に、いやそして試合としてもいろんな要素がある試合ですよね。そうですね、もう試合はもう、まあ、ムガ選手ほど強いんでね、まあ、もちろんケンタ選手はもう強いのは当たり前なんですけど、ベテランで、はい、だからそこがどういう風な、もうケンタ選手の114戦目なんてもうそんな選手いないんで、はい、どういう戦いを見せてくれるのかなっていう、まあ、楽しさ、楽しみですね本当に。まあ、今回は、まあ、1ヶ月に1度試合をするケンタ選手、そのペースを崩すためにしばらく試合ができないぐらいの倒し方をしますというふうにムガ選手が宣言をしています。そうですね、でもその勢いがムガ選手あるんで、このムガ選手の打撃は強烈ですよ。さあ第1ラウンドがスタートをしました。ロキック、おいいですね、さすがもう技術がしっかりしてるっていう、もう打ち合いも攻防ですね、距離感も恐れてないし、はい、まあ、当然ですけどムガ選手の方がフレームは大きいわけで。そうなんですよね、ムガ選手の、ね、これ手の長さ、はい、これは本当武器なんですよ、肘も長いんで、まあ、ただこれをどういう風に健太選手が対応していくかですよね。そうですね、もうベテランなんで、そのベテランの健太選手の、ね、技術、今までのこの、まあ、キャリアをね、どういったものなのかちょっと楽しみですね、見せてもらうのが。さあ詰めていきますムガ、マイケル取りますか、右打っていきました、非常に強いパンチ。であと最近は結構パワフルになってきましたねムガ選手ね。そうですね、そうなんですよ、ムガ選手、ね、はい、やっぱパワフルなんですよね、パンチも硬そうな攻撃だし、はい、でパンチも肘も、なんていうかノーモーションというか、はい、手が長い中相手に手を近づけた状態からストンと打てるんですよね、これが結構強いパンチなんですよ、はい、おー、ロックキック、ケンタも返す。まあ、ただあのケンタ選手はワンに参戦していた頃はね、本当にペットモナコとかセンマリーとかもうトップ中のってやってますからね。いやもうすごすぎますね、はい、もういろんな団体を経て、もう超強豪選手たちといっぱいやってきた中での今なんで、はい、まあ、意外にもねこのジャパンキックは初参戦ということなんですよね。そうなんですね、はい、さあローキから右、でもやっぱお互いねこう噛み合ってますよ、お互いいい距離感も同じ感じだし、まあ、しっかりとケンタ選手の方も下から上へと、まあ、つなげていこうという意識やってますもんね。そうですね、はい、ケンタ選手でもだいぶパンチ結構上手くなったというか、もともと上手いですけど、パンチの技術だいぶボクシング技術学なんかちょっとスキルアップしてる感じしますね。まあ、36歳にして学ぶ姿勢は、ね、やめてないという選手ですからね。パンチはやっぱ上手く打ち方上手くなってます、すごい。この平のジャブなんかも、ね、しっかりとついていきます。もともとジャブ、ね、すごい上手いんですよ。ですよね、はい、それにプラスアルファ、はい、いろんなその緩急だったり、
そうですね、フックのショートのフックの仕方とか、はい、お互い手の使い方がうまいんですよね。手の使い方、はい、手の使い方お互いうまいんで、だからやっぱ距離が似てるんですよ、はい、その手の使い方っていうのはただパンチを出すだけではないですね。あ、そうなんです、パンチを出すだけじゃなくて、はい、その手を前に出したり、この揺らしたりっていう、おーっと、この辺のフィジカルがねやっぱ強いですね、はい、まあ、相手を押したりとか、ね、距離測ったりとか、はい、ボディー、おー、ナイスボディ、まあ、今は健太が左に回ってもいいボディーを入れました。ただローキックを打っていくムガ、おいい、うん、いいですね。いやもう時間がなんかすごい早く感じました、はいはい、さあ全体のまず印象から伺いましょう。あ、もうどっちも良かったですね、ただやっぱり、はい、若干ムガ選手の方がちょっとプレッシャー強いって感じましたね、はい、まあ、何しろ体の圧、フレーム、多分これ軽量クリアした後にちょっとサイズ的な違いもね、そうですね、多少ありそうですよね。やっぱりこのリカバリーの仕方とかも一つのその技術なんで、そういうのもやっぱりあの強さに関わるから、減量の仕方からリカバリーの仕方、そういうのをお互い多分しっかりできてるんじゃないかなって思うような感じですね、仕上がり、体の仕上がりだったり、はい。まあ、ムガ選手は現在5連勝中です。そして、直近2試合はいずれも1ラウンドで、まあ、外国の選手を破っています。韓国のキム・ギフン、それから、タイのペットルン・ルークスアン、まあ、一方のケンタ選手ですけれども、スクワンティントーンで最近試合をしましたけれども、センアピット、YGD 選手、こちらを、右のストレートで1ラウンド KO しています。やっぱパンチの、ね、技術上げていると思います、パンチ、はい、いいですもん、右、右当たったぞ、当たった、さあケンタが行く、ちょっと今バランス崩しましたが、ここは頭取っていません、右、これも当たった、さあここはケンタ右、ケンタの右当たりましたよ、そうですね、右の当て方うまいですね、そしてボディ、いや追いかけていきます、ケンタすごいクランチングスタイルなんで、頭の振り方がうまいんですよ。あ、なるほど、はい、そこでちょっとずらしてるわけですね。そうなんですよね、はい、で逆にこういったところ、はい、膝を恐れてないんですよ、ケンタ選手。あ、なるほど、ウムガ選手膝怖いじゃないですか、クランチングスタイルで攻めるの、でも恐れてないんで、でも全体が見えてますね、はい、まあ、こういう膝が来ることは怖いんですよ、そうそうそうですね、はい、怖いんですけど、それを分かってます、ね、はい、分かってるっていうのはどういう風に来るかが分かってる。あ、でも切れてますね、ケンタ、そうですね、はい、肘かなんかですね。さあここはケンタがカットをしました。ただ右を利かせているのはケンタという、あ、膝、膝飛び膝来た、はい、さあ今度はムガ前に行く、ムガがチャンスを迎えた、左フック、膝、また膝が来た、そうですね、ここでやっぱね、あのクランチングスタイルっていうのをちょっと分かってきたんで、下からの攻撃、はい、左フック、左フック、いや今の左フックはすごいショートで打ててるんで、うまいですね、これ完全に今日のケンタ、パンチのケンタですね、もうパンチでいくってもう決めてる感じですね、こういう練習をしてると思います、はい、いやもうお互いにダメージパンチだったり肘を当てたりといいところがあります。ダムガ選手はね、ここだから蹴りをね、ちょっと対応するミドルだったり、はい、出ないとやっぱガンガン入られちゃうんで、膝だけじゃなくてその前からもうミドルとかでちょっと潰さないと、前蹴りミドルっていうのを入れていかないと難しいですね、はい、パンチの技術ではケンタ選手の方がやっぱ一枚上手ですね。これでカットを見ます。これは膝だったか膝だったか、結構すぐには判断できなかったんですが、はい、何で切れたか、まあ、今有効打によるというふうにアナウンスがありました。まあ、少なくともバッティングではなくて、肘かあるいは膝かで切れています。はい、あー、トックネカルナックアウト、ムガが見事な勝利。そうですね、ちょっとどの場面で今当たったのかが見えなかったんですけど、あ、すごい、でもすごいいい試合ですね、正直また見たいです、はい、これ正直テクニカルノックアウト素晴らしいんですけど、はい、まだ見たい感じありませんか。いやいや、もうまだ見たいですね、はい、もうすごいいいレベルの高い、ハイレベルな攻防、いやこれ正直流れ的にですよ、はい、あのケンタ選手がムガ選手をパンチで倒していてもおかしくない展開ですよね。そうなんですよ、だケンタ選手の、ね、ボクシングスキルがだいぶ上がってるっていうのを見えたんで、はい、ちょっとこれからのケンタ選手もね、正直楽しみですね。これだいぶケンタ選手の価値があえて落ちなかった試合ですよね、うん、そうそうです、やっぱムガ選手本当強いんで、いやでもこのケンタ選手を、まあ、結局カットで TKO したムガ選手、
ちょっとこれはまた次のステップに行きそうじゃないですか。あ、もう行きますね。やっぱりもうどん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 上のステップに行って、もっとなんかあのやっぱりいろんなところの強い選手とやるべき、あの選手人間だと思いますね。はい、はい、まあ、本人は自分の強みは生活を全て格闘技にかけていることという話をしているんですけれども、まあね、本当にあの自分がキャリアを始めた頃から、大きな舞台で戦っている相手なんで楽しいというふうに話していましたが、その難敵見事に下しました、ムガ。いや、素晴らしいです。やっぱりじゃないと、多分このフレームでこの階級でやるっていう体の作り方できないと思うんですよ。多分普段からやっぱりもう格闘技のことを考えて生活してるっていうようなもう選手だと思いますね、はい、ヤムガが素晴らしい勝利をしました。